イリアーヌ・イリアスは、ブラジル出身のジャズピアニスト、ボーカリスト。1980年代より、アメリカで活躍している。洗練された、ピアノテクニックとぬくもりのある歌唱で、ジャズから、ボサノバ、ポップスまで幅広く演奏している。イリアーニ・アライアスあるいは単に、イリアーヌという表記もある。1960年、ブラジルのサンパウロ生まれ。 6歳よりクラシックピアノを始める。幼少からビル・エバンスやハービー・ハンコック、キース・ジャレットなどをコピーするジャズ好きとなる。ブラジル国内でプロミュージシャンとしてのキャリアをスタート。トッキーニョ、セバスチャン・タバジョスらと共演する。1980年パリへのツアー中にベーシストのエディ・ゴメスに認められアメリカへの足がかりを得る。渡米後、エディの強いめもあり。 ステップスはヘッドへ参加。美貌も相まって一躍注目を浴びる。1983年、トランペッターのランディ・ブレッカーと結婚。1985年、夫のプロデュースによりコリーダー作となるデビューアルバムアマンダを発表。その後、ランディとは離婚するが、1990年代にはボサノバアルバムでボーカリストとしても注目を浴びる。 現在の夫であるベーシストのマーク・ジョンソンをパートナーとし、ジャズからボサノバまで幅広いジャンルのアルバムを次々と発表している。ありがとうございます。